こんにちは。こんにちは。よいしょ。さて、ショールームです。やっほー。お昼です。お昼です。どうですか？雑なふりをしますけども。皆さんお昼休みですか？まあ今日は休みですっていう人がちらほらいて、仕事中ですっていう人がちらほらいて、お昼休みです、すごいひき肉ですみたいな言い方なんかそういう感じね。いつもみんなそんな感じだから分かっちゃってるんですよ。そう、分かっちゃってるの。こんにちは、休みです。ほら言った、休みです。だるまさんありがとう。昼休みです。夜勤です。はぁ、出なよ、出な。なんか誰にも突っ込まれてないんだけど、でもなんか多分まだ私鼻声でもそんなことは気づかないふりをしているんだ。そう、配信したくって、配信したかったんですよ。私ずっとショールームしたくって、なんかショールームしてないとさ、人と話さないからさ、そう、なんか人と話すこと結構私の人生において大事なことだったんだなっていうことに最近気づいたんだけど、だからショールームしてるんだ。いかがお過ごし？まあ私ね、なんかでもちょうど今週が風邪ひくとかそれ以前に割と暇だったんですよ。今週この前のリバイバル公演が終わったら15日はまるまる久しぶりに休みで、でまあ16はちょっとお仕事が本当は入ってたんだけど、ちょっと風邪をひいてしまったので申し訳ないんですけども、そのちょっと代わりのメンバーにお願いしてみたいな、そういう感じになって、そう、でも来週はちょっとまたちょっとバタつ、ちょっとね、そう、でもなんか10月に入ってからっていうか、そのコンサートが終わってからふうっていうふうに思ったんだけど、でもなんかコンサートが終わってからもあんまりなんかその息継ぎをする時間がなくって、10月はそうですね、息継ぎが少なかった。え、絶対これ鼻声だよね。昨日の配信から思ってたけどこれ鼻声だと思うんだ。でも話さないといけないの、私喋らないとやっていけないの。あーすごいお花が散ってる、ありがとう、ハートもありがとう。なんか何をしていたかっていうと、本当に何もしてない。ちょい鼻声気にしないで。あ、違うよ、鼻声と話さないとかけてたわけじゃない。ねえやだ、なんか寒い人みたいだからさ、すごいすいません。そう、息継ぎして溺れませんようにって。溺れないよ、私水泳習ってたんですよ。でもすごい初心者向けの水泳教室に行ってた。なんか本当に泳げないよっていう人が通う水泳教室に行ってた。でもそれで3年間くらいやってて、ちゃんとバタフライまでできるようになりました。もうね、7年くらい前の話だから今できるか分かんない。でもバタフライはこうツボを書いてハッみたいなって習った。なんか丸か、まあなんか丸派とツボ派があるらしい。でも私丸って習ったわ。丸を書いてハッ、丸を書いてハッ、これでもさ、クロールってさ、なんかさ息継ぎがさ、息継ぎでさ溺れるよね。これさ絶対さ、多分すごい、なんていうの、誰もが通ってしまうトラップ、こうクロールするじゃないですか。クロールしててはーっ
って息を吸うじゃないですか。ここでこっちの手が絶対にズボボボボボボっていくんですよ。で、みたいな、なるから、それで溺れるの。だから私は多分息継ぎしない方が溺れない。そう。で、これもなんかだから、この溺れるまでの時間で、その本当にちょっとだけって吸うから、本当空気が少ないんですよ。だから本当永遠とその体力が持てば続くとかではなくて、いつか溺れる時が絶対来るの、クロールは。だから長い距離をさ泳ぐやつあるじゃん、あれは絶対に無理。私は25メートルとか50メートルだったらいけるよ。でもそのだからどんどん、その吸える酸素、必要な酸素がこれくらいあって、これをで溺れるから、その吸える酸素が、じゃ最初このくらいだったとしたら、この分さもう負担がかかってるわけじゃないですか。でその次のその負担がかかってる状態で、はーってやった時に、このくらいになるじゃないですか。でだん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 減ってって、多分100メートルくらいやったら溺れる。あ、平泳ぎってなんだっけ、カエル足のやつ、バタフライのカエル足だ、あれバタフライはバタバタしてるか、あ、上向くやつか、あ、カエル足のやつ、あー、平泳ぎはね得意だったかも。でももう足の感覚忘れましたね。シュン、あと進まないよね本当に。あ、そう、背泳ぎか。そう、私背泳ぎができるようになったことが一番嬉しかったこと。やっぱさ、水に対してさ、こう上を向くってさ、そのまま溺れた時が一番しんどいじゃないですか。こう水に対してふんって顔をこうつけるとかだったらあれなんだけど、お風呂とかでやってみたらわかるんですけど、その息を止めたままで、その水をこうそのままスッとなると、息を止めててもそのなんか鼻が上にあるからか、なんか水がすごい勢いで入ってくるんですよ。それでも本当死にかけるから、マジで気をつけた方がいい。何、上を向いてそのまま溺れるときは、ちゃんと鼻から空気をふーんって出したままちゃんとやんないと本当に死んじゃうから。そうそうそう、だからもう水が侵入してくるんだよね。そう、わかるよね。そう、私お風呂チャレンジそれめっちゃやってる。でも背泳ぎはさ、できたらすごい気持ちいいじゃないですか。一番優雅で、呼吸もこんな呼吸をしようとした時に溺れるなんてないから。だからクロールの呼吸は私にとってすごい賭けというか、なんか呼吸をして新たな酸素を取り込むか、今溺れるかみたいな、どっちかなんですよ。すごい大変。鼻声だよね、わかる。でもなんか数日間こうやってお休みをいただいて、なんか暇な時間を過ごしてるんだけど、なんか普通に暇な時間ってたまに必要だわ、絶対。なんか、はあ、なんか静かに家で一人で過ごすの結構好きで、いつも突然変わるよ。いや、わかる。ちょっと今しんみりした空気作っちゃった。作ったわけじゃない。え、何そう、必要、本当に。ソファーの色、私これ白が良かった。前白だったのに、なんか今のソファー茶色なんだよ。ミルクチョコレートって感じだね。音楽かけたりしないの？するする。さっきまで音楽かけてた。あ、そう、音楽かけながら音楽の話しようって思ってたの。思い出させてくれてありがとう。思い出せてよかった。
の前サーヤが歌ってた。いい曲。でね、何を話そうと思ってたかっていうと、音楽聴くのも結構好きで、でもなんか全く聴かない時期もある、なぜか。で、めっちゃ音楽聴くのにハマってる時期もある。ほんとなんかハマりやすく飽きやすい、でまたハマるみたいな。なんだけど、なんかそう、なんか好きな曲が、なんかさっき自分の中の、なんていうの、プレイリストあるじゃないですか。で、自分で好きな曲をこう何作ったりとかできるじゃないですか。で、それをなんかいっぱい曲を入れてるところがあって、好きな曲ってもうざっくりすごいそこに好きな曲をまとめてるのあるんだけど、それを流しててシャッフルでランダムで、なんか流れてきた YOASOBI さんの「遥か」っていう曲があって、で私その曲すごい好きで、なんか結構もう一番好きな曲かもしれないくらい好きなんですよ。めっちゃいい曲なの。なんかすごい「はあ」っていう気持ちになるじゃないですか。でも自分の名前がはるかだから、好きな曲に YOASOBI さんの「はるかです」っていうのがなんか恥ずかしくって言えないっていう話。でも本当に自分の中で一番好きかもしれないくらいにはめっちゃ好きな曲。わかる？なんか、なんだろう、一番好きな曲ってさ、そのあんまりさ極端な方にさ振りにくいじゃないですか。なんかめちゃめちゃすごいサイコパスみたいな曲とかも聞くんですよ。で、別にでもなんかそれをこう一番好きな曲ですって言ったら、なんか人となりがそうみたいじゃないですか。そういうわけじゃないから。で、なんかこうめっちゃ爽やかな曲とかさ、なんかすごいポッピーな曲もさ、なんかすごいな、なんかすごいなんかイケイケな感じの人なんだなっていう印象になるじゃないですか。で、別にそれが一番好きかって言われたらそうでもないしみたいな。でも「はるか」は、すごい嫌だ。「はるか」「はるか」YOASOBI さんの「はるか」っていう曲はなんかすごいこう、なんだろう、頑張ってる人とかにこう向けて聞いてもらいたいような、なんかとっても心が軽くなれるし明るい気持ちになれるような、なんかとってもそのいいところをついてる曲なんですよ。一番好きな曲何ですかって聞かれた時に でも多分私のことをよく知っているマネージャーさんに言ったら、あ、なんか一番覚えっぽい曲だねって言われるような気がするくらい、なんかすごいしっくりくるような曲で、いや、とにかくいい曲なんです。はい。だけど、なんか好きな曲なんですかって言われた時に、YOASOBIさんの「はるかです」ってなんかすごい嫌じゃん。ご自身のお名前からすごいインスピレーションとかを受けてらっしゃるんですねみたいな。そういうの気にしない人だったら多分言えるんですけど、なんか気にするから。でも「はるか」っていう名前の方が私後に知ったんですよ。なんかこの曲最近流行ってるよなーみたいな感じで最初聞いてて、で改めて聞いた時に、あ、めっちゃいい曲だなって思って、めっちゃいい曲、なんか辛い時に聞いたら絶対すごい心救われるし、明るい気持ちの時に聴いててもすごい前向きになれるし、めっちゃいい曲って思ってたんだけど、その、なんて曲なんだろうって見たら「はるか」だったの。だから「はるか」だから好きって思われないでほしい こいつ自分の名前が一緒だからって好きになったんだなって。歌詞もいい、そう、歌詞もいいの。だからね、聴いてみてください。ぜひ。キューピー3分クッキング。でもなんか、でも何なんか曲
曲名から入ったわけじゃないからこそ、なんか若干その何運命を感じてしまっている部分は確かにあるからこそね。そう、え、そうじゃない、なんかえめっちゃいい曲なんだけどって思ってさ、わざわざさあんまりその曲名まで調べないんですよ。なんか Apple Music なんですけど、こう関連の曲が流れてきたりするんですけど、それで聞いたから、あなんか最近流行ってる曲流れてきたなって思ったけど、なんか全部フルで聞いた、えめっちゃいい曲なんだけど、えめっちゃいい曲、なんかめっちゃいい曲と出会った時の反応めっちゃキモいんですけど、なんかそんな、いやリアルこんな感じじゃなくって、あ普通に心の中でいい曲だなって思ったんですね。でなんかそこから一回それを止めないと見れないじゃないですか、わざわざあのスマホポイってやって音楽流してたから、え何の曲何の曲ってわざわざスマホのところにこう駆け寄って曲名を調べたら遥かって出てきて、え名前が一緒なんだけどってなるじゃん。それはちょっとさ運命感じません？感じてもいいよね、いいと思うんだ。そうそうなの、運命胸にしまったんや。そうもう分かったから、飽きとるやん、はるかの話。いい曲なんだよ、聞いてね。でも全然なんか好きな曲の系統とかバラバラかも。前に言ったっけ、最近はバウンディさん好きですみたいな。バウンディさんも曲から入った、曲名とかそのバウンディさんという方を知ってから曲を聴いてるんじゃなくて、曲から聞いて、え、なんか、あ、この曲とこの曲同じ人なんだって思って。なんか、結構、バウンディさんは、なんか世の中に対する、あれはなんか結構かっこよく歌ってる感じで、なんか私にはできないなっていうところに惹かれる。そうですね。やっぱり自分にできないなって思うもの、いいなって。なんかみんながうっすら思ってたり、みんながこううっすら思ってるけど見て見ぬふりしてることに対してガツンっていう風についてくる作品とかは、なあ素敵だな、こういう人がやっぱ世の中の何山頂に駆け上ってくる、なんかね、わかる、そうすごい浅はかな人間なんですけど、私はそういうなんかそういう作品を生み出してくれた方に感謝。そうなんですよ。そうね、バルここ日差しなんか柔らかな日差しでいいんですけど日焼けしそう。こんにちは、こんにちは。
れの紐ってたらいが落ちてくる紐ですか。これこれこれは紐じゃないですよ。これはまずそのあのあれある、あの遠近法みたいな、これ電気、電気めっちゃ遠く引いてみて欲しすぎるじゃないよ紐じゃないよ、あれ電気だよ、電気。なんかね、本当はね、あのあれがこう3つ連なってる電気だったんですよ。でも真ん中が外れててなんか真ん中外しちゃったんだよね、なんでなんだっけ。で今だから2本です。たらいじゃないよ。照明の引くやつかと思った。え、マジで？そう、本当にそういう風に見える？本当ですか？映せるかな？あ、猫がいる。ほら、こう真ん中、こう電気で真ん中にもこれ同じのがあったんですよ、ここに。紐にしか見えない嘘。ほんまや。そうそうそう、本当だよ。そう、向こう側の照明です。引っ張っ、だから引っ張れないってば。引っ張ったらなんかもう多分あれごと全部落ちてくるからたらいたらいで済まないから。おねむ？眠くないし、眠くないです。両耳だしが可愛かった。両耳、耳小さいんですよ。人に言われて気づいた。耳小さい。よいしょ。テンション何パーセント？今60とか。耳小さい。150%。そんな高っ。まあまあ低い。下がってきてんの60。あー、そうかも。どうだろう。でももうさ、200とかさ、いう表現を許してしまったらもう何が高いのか何が低いのか分かんないですよね。てってれーん、てってれーん。30くらいかと。え、マジで？こんなに声を張って喋ってるのに鼻声なんだよな。てっ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 てれーん。
掃除をするやる気が出ません。おろ、エールください。私も衣替えしなきゃ。本当にそろそろなんか冬服秋服を探さなきゃって焦ってんですよ。で探してんのね、めっちゃ。でめっちゃ見つけるの。でも結局どれを買おうか本当に悩んでる。どうしよう、お洋服なくて困る。でも何買おうかマジで決められない。なんか本当にどうしたらいいんだろうかなみたいな。はあ、冬来るよ、どうする。もう秋なんでしょ、だって10月の中旬だよ今。やばすぎるでしょ。なんでこうなったの、誰か説明してほしい。なんでこうなった、10月の中旬だよ今。やばいよいしょ。そうだ、なんかこの前私、なんかハロウィンでみんながコスプレしてたんですけど、ハロウィンでみんながコスプレしてたの。でもなんか私もその日しようかなって思ったんだけど、おしゃべり会だ、そうおしゃべり会で、オフラインのおしゃべり会で、でもその日に向けてギリギリで買ったんだけど、その日の午前中に届いたのね。だから着れなかったんです。で今それを開けてみたんだけど、見て、え、私こんなの恥ずかしくって着れないんだけど。でも見て、なんかピンクの、なんで買ったんだろう。え、こんなの恥ずかしくって着れない。違うの、なんかさ、ハロウィンだしさとか思ったんだけど、だしなんか私普段そのコスプレとか、あとなんかそのつる会とかしないんですよ、恥ずかしくって。え、でもなんか生地とか意外としっかりしてるわ。でもなんかメイドさんだったら、まあハロウィンじゃなくても着やすいかなって思って買ったんだと思う。誰、幼稚園児の制服みたいって言ってる人、メイドだわ。これつけたらほらメイドじゃん。メイドじゃん。でもなー、どうしようかなー。いつか、せっかく買ったからいつかは着ようと思うんだけど、でもちょっとなんか着るのにも勇気がいるのでね。はるかさん今日気合入ってますねとか後輩に言われるのもちょっと恥ずいんで。今度のオフラインで着ようかなってこの前の配信で言ってて、でも今度のオフラインって11月のいつでしたっけ。来てくれますか、11月の23日。ありがとう、教えてくれて。じゃあ11月の23日のどこかの部で着ようかな。でもピンクが好きだからいいかも。うん、若干恥ずかしいけど、やっぱなんかコスプレって恥ずかしいよね。なんか中学校の時とかはそんな恥ずかしくなかったけどさ、アイドルだからさ、なんかこういう格好よくさせていただくんですけど、
そうだな。今開けた。10月の7日に届いてたけど、今開けた。似合うか分かんない。その日のコンディションによる。その日のテンションによる。みんなが来てくれるなら、みんなが喜んでくれるのなら着れるかも。じゃあそういうことで。あー、鼻声。めっちゃ元気なのにさ、鼻声なの。うるさ、うるさ。私うるさい人そんな好きじゃないのに、今自分が一番うるさい。急に声出されると困るよね。今自分がやったこと全部急に叫ばないでほしいよね。ね、すいません。完全には治ってないんで。そうなのかな。もう鼻声気にならない？本当？じゃあ治った。じゃあ治ったよ。萌え萌えキュンいける？そのなんかどさくさに紛れて何させようとしてるんですか。もともと鼻声か。嘘、そんなことないんだけど。何が？待って待って、今すごいぼーっとしてた。今すっごいぼーっとしてた。すいませんすいません。無言怖い。いやいや、なんかそういう時あるんだよね。あるよね。あなたのアイドル。サインうまぴ。全部髪の毛がさ、ストーンすぎてさ、もうなんかって感じ。愛なんて物足りない、一人の腕で私を抱いて、ここではない、どこか連れて行ってよ。強引でいい、一人の腕で。
とりあえず21日オンラインだね。待ってるね。待ってるよん。いいよ、イケボ。イケボいいね。いいよ。いいよ。ショートケーキの鏡もたまに使ってる今も。届かないいくつかの恋つつつん経験してもっと確かなもの欲しくなった私のことを今大事に接してくれても愛なんて物足りない。左の腕で私を抱いてここではないどこか連れて行ってよ強引でいい。左の腕で心奪って何も言わずに本当の気持ち情熱見せて仕事行ってきます。ハルルンの歌声聞けたので頑張れそう。ありがとう。行ってらっしゃい。頑張ってね。そっか、もう1時くらいになるのですね。48分。そっか、じゃあ1時くらいまでにしよっかな。ショールーム、みんなお仕事に行ってらっしゃい。頑張ってください。行った行った仕事行った行った仕事仕事24日のリバイバル行きます。待ってます。24って今日は何日だ。今日は15日。違う違う、15は私の風邪をひいた記念日。15、16、17、外は緑だな。水色白で、今日何日なんでしたっけ。今日18。ありがとうございます。サラダ記念日的な。サラダ記念日ってあるんですか。私は今日は休みなんよ。いいね。お昼食べてない。何食べようかな。こんにちは、こんにちは。初見の方だ。こんにちは、ありがとうございます。こんな家感満載でお届けしていますが、今は暇。夕方から出かける用事ある。
なんて物足りない。ナポリタン好き好き。パスタはあめっちゃ気分、その日の気分です。めっちゃカルボナーラみたいな気分の日もあれば、ナポリタン、ミートソース、バジルみたいな。このあと何をするか、とりあえず今日こそ買う服を決める。ないとおしゃべり会で着る服と普段着レッスン着ないから、着ないと着ないと着ないといけないな、そりゃそう。であとは衣替え、部屋のクローゼットと、なんていうの、冬服を出す、そう、夏服をしまう。着なくてもいいよじゃないのよやばいやばいね。断捨離もしたいんですけどね。一回おしゃべり会レッスン着でやってほしい。いや全然やろうと思えば全然できちゃう。ダメだよ、なんかこんなだるーんって。もう私レッスンの時こんな感じ、本当に。もうこれ別にレッスンで着るし、パジャマになる時もあるしそうそうそう、なんかこれレッスン着でよく着てます。ちょうど去年の冬に買った、ミルクフェド好きなんです。 T シャツもミルクフェド。ミルクフェドって書いてある、ほら後ろもミルクフェドって書いてある、わかる？ミルクフェド見えます？帽子で見えない。見えました、こミルクフェドって書いてあるんですよほんとの気持ち情熱見せて、てて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 てでででででで。弟がディズニー行ったからさ、その写真見せてもらったけどさ、なんか楽しそうにしてた。スプラッシュマウンテンで真顔チャレンジしたんだとか言って、もうそんなに混んでなくて、スプラッシュマウンテンとかなんか3回乗ったみたいな。タワーオブテラーとかもなんかすごい乗ったみたいな。私さ絶叫系その乗れないってわけじゃないんだけど、でももう演出が怖くって、もう音とかさの演出怖いじゃないですか。ちゃんと演出がすごいじゃん、空間に入った瞬間。あとやっぱさ落ちる系だとさうわっってなる、めっちゃうわっってなるじゃん。そんな話をしようと思ったんじゃないのよ。とりあえずあと1時で5時になるのでなんてあと1時で5時になるああ多分パッパラパーなんだろうな、はるか今あと5分で1時です。それっ
てて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 てんてて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 てマジで何しよう。いやでもさ、割とちゃんと明日から社会復帰するので、まあ夜からなんですけど、明日公演あるよね。そう、明日公演なんですよ。夜だけなんですけど、なのでちゃんと配信切った後も話せるでしょ。うん、しばらく一人で話してると思う。暇やなとか叫んでる。とりあえずね、まあ皆さん1時になったらお仕事に向かわれる方もいるんじゃないかということなので、頑張ってください。午後からも応援してますんで。応援してるよ。じゃあ壇上の皆さんを呼ぶよーん。ライブランキング13位、よいしょ。13位、中さん。12位、りょうくんさん。11位、ひらりさん。10位、エンゼルンさん。9位、はなっちさん。8位、しんごさん。7位、名古屋の郵便屋さん。3。6位、ゼロさん。5位、まさひろんさん。4位、おしょうさん。3位、こうさん。2位、かんくろうさん。1位、ひよぽんさんです。ありがとうございます。ということで、皆さん午後からも頑張ってください。てて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 てそうなんですよね。じゃあみんな頑張ってくれたよね。バイバイ。頑張ってね。応援してる。あ、ショールームの方、ぜひフォローしてください。音楽鳴ってる。音楽。音楽鳴ってる。音楽鳴ってる。そうだ。はい、ということで、1時になりました。ありがとうございました。終了。